どうもトマッピーです。どうもヤソコです。いつもご視聴ありがとうございます。今日やっていくのはマジックザギザリングパイオニア対戦、クロタンデーモン対アワーカフェニックス。はい、はい、ということでまたデーモンですか。クロタンデーモンなんかやったけどちょっと前に、ね、聞いたような気がしますが、はいはい、なんとパイオニアでもあのデーモンエンチャントが大活躍しており本当に、はい、まあスタントパイオニア近いっちゃ近いけど隣の種目だけど活躍すんの。はい、まあ簡単にちょっとねじゃあ、トマッピーのデッキ説明していきたいと思います。はい、まあ、こちらクロタンデーモン、まあ、クロタンの、まあ、普通のミッドレンジなんですけど、まあ、思考が濃いだったり、まあ、銀行だったりと、まあ昔ねラクドスミッドレンジみたいな、まあそこの黒い部分プラス、まあ、新しく入ったこのデーモンエンチャントを使ったデッキです。でスタンダードの一番の違いはパイオニアは変わり谷が使えるのでなんと1万で、ね、デーモンを供給できるということで、確かになんかイージーデーモンスッといきなりね2チュルしたりとかタッパーとして変わり谷殴って2点ドレインしてとかで、かなり自分がそのデーモン不足で負けることが少なくなっており、はいはい、まあ、かなり強いデッキですね。なんか多層のいい2万のクリーチャーとかいないの。いないっす一応デーモンで2万のデーモンがいるんだけど2万の3、1のデーモンとか、うんうん、ちょっと弱くなっちゃうのと、うんうん、まあ、感じ的にやっぱり除去自体は結構多いから、うんうん、そういう弱いカードを入れないでやっぱり強いカードだけ構成するっていうのがやっぱりパイオニア大事なんで、弱いカードを入れると思考囲いとか結構妨害カードも多い環境なんでそういう弱いカードって残って負けるっていうこともありますし、すごいなんか初心者おすすめの感じのデッキな単色だし、うん、ハンデス8万入ってて前方確認してドンドンドンみたいな感じで、そう、まあ、デーモンエンチャント4万の66デーモン、まあ、部屋開放から5万の66デーモンみたいなね、シンプルながら相手からしたら面倒くさいできない、手札枯れたらさ、うん、ロークスワイン城で引いてくるしさ、うん、そうで24枚ってアクロドス入ってるやつかな、そうか4万の66入ってなくて、うん、そのアクロドスの吸血もっとドレイン、そうやばいね。あとちなみにこのデッキの一応ワンショットコンボがあって、うん、3万の23に止められん残球ね接し持ちのクリティーなんですけど、はい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 、これダメージ取るとなんと相手のライフが半分になります。はいはいはい、半分で4マナの24のデーモンでダメージ相手がダメージ食らうと2倍与えるってダメージあるんですけど失う相手がライフ失うとき2倍、うん、だから3、4で殴れたら勝ち、勝ち、半です半です3、4みたいなで勝ちです。いやそれやりたい、それ決めさせてよ。そう、しかも23接種なんで、うん、まあ、ブロッカーいても、まあ、最悪相手になるし、うん、こいつ死んでも戻ってくるんでそれ決めさせてもらうわ、じゃあなかなか狙うわというなんか結構面白いね、面白いね、かなり強くなったデッキクロダンです。さすがにでも単体ではあんまり強く、いや強いんじゃない？ 3-2-3 接してブロッカー、まあでもそうか除去耐性がないのか、いや持ってくる死んだら、まあ引かれた2個の状態でも持ってくる、強くない？いや強いまあ普通に強いから、まあでもまあそこまでじゃないから3枚って感じ。そうそうそう、で今回僕が使うのは、まあ、オーバーフェニックス、まあ、俗に言うねイゼットフェニックスで、まあかなりパイオニアではずっとあるデッキかと思っていて、ただ今回ブルームバローで入った美術家の才能というねエンチャントが入って、まあ、一回り強くなったデッキです。美術家かわいい、はい、まあ、美術家の才能は自分がノンクリーチャースペルを止めると1枚引いて1枚捨てるという置物なんですが、まあ、ターン制限もないのでぐるぐる回って一瞬でデッキを掘り切れるという安定感増してくれるね、めっちゃ。そう、あと宝船の巡航がめっちゃ強くなる、うん、すごいね、強そう、はい、あとはおなじみのカードだね、大体あとはも全部一緒です。はい、ということでどんな戦いになるのか、特に黒タンデーモンの方を注目しながら倒していきたいと思います。それではやっていきましょう、お願いします。お願いします。デーモンエンチャントありなしで結構デッキの強さ違う、違いまくる、なんかめちゃくちゃ強いファイレクシンありなみたいなもんだから、デーモンエンチャントないとなんかスタンダードデッキっぽいけど、あ、そうそう、デーモンエンチャントあると一気にパイオニアになるっていう、うん、え、でもハンデス、ハンデスその3、4でも勝てるから、そうエンチャントなしで即死パターン4キルパターン、うん、ハンデス3発からの4キルってやばくない、うん、単色でまあまあパイオニアなんでそんぐらいはということで、あ、一応このプロタンデーモンあれかな、優勝できたな、なるほど、チャンピオンシップファイナル、パイオニアの日本の勝ったら世界選手権とかプロサー出れる大会の優勝デッキ、チャンピオンシップファイナルが全然ファイナルじゃないんだけどプロツアーとか世界選手権はその上にされてるでしょ、だから日本のでもその最後みたいな感じだね、はいはいはい、地域予選の最後、もう日本選手権とかってないの、はい、その今地域チャンピオンシップみたいな、まあみんな店舗予選出てエリア大会に向けてそのファイナル
のトップ12、16かな、トップ16入るとプロツアー権利で、1位と2位になると世界選手権出れるという大会です。ちょっと俺も見たいから編集の方この辺に出しておいてください。そのなんかロードマップみたいな大会の、うん、あのウィザーズ様から引用させていただきましたみたいな感じだよね、はい、なんかカードも増えすぎてるけどさ、うん、大会の種類もなんかこう歴史とともにいろいろ変わったり増えたりしててさ、うん、ちょっと分かんないって人多いと思うんだよね。現役バリバリの人はこの動画そこまで多分見てなくて、うん、なんかなんだろう、昔やってたとかさ、ライトにやってる人が多いと思うんだけど、うん、大会ちょっと分かりづらいなと思うんだよね。そうてかイベント名がやっぱり変わりすぎてて、うん、その昔は PTQ みたいなもんなんだけど、そんなイベント名変える必要あった、うん、いやそれは終わらない。まあ、一時期ね、プロツアーじゃなかった時あったじゃん、ミシックチャンピオンシップ、うん、意味わかんないよ、プロツアーでいいじゃん。でね、そうお前プロツアーに戻ったりして、多分なんかプロプレイヤー制度とか賞金とかをいじる時に名前を変えることでネガティブを減らす作戦なんだろうけど、うん、まあまあいろいろね、名前が変わったり増えたことで分かんなくもちょっと、はい、大きい方で、はい、よ、現役プレイヤー僕言ってるよ、よく分からない。あ、そう、うん、現役プレイヤーがよく分かんないって言ってるの分からんだろ俺らとか、全てのね、知ってる人本当にいないレベルだからね。それあれ入ってないの、氷の中の存在ね。入ってない、まあそんな昔のカードですよ。はい、やります、お願いします。はい、これいらない、いらないね、さすがに2枚5枚で戦うぐらいなら割り勘するよね。まあそれでもあのデーモンエンチャント部屋があったら、まあキープしても全然キープしてもいいかなって感じですか。まあでもイゼメニだと悠長でもないからな、そんなに。そうだね、二妨害ぐらい欲しい。ごめんまり、ひどい、キープでもキープしよう、はい、よし、お祈り、島田終わりです、お祈りはっしゃい、ドロー、漂白、はい、まあまあイゼニこんなもんよまあまあこんなもんか、ドロー2枚あるしね。まあキャントリと、まあ大体キャントしか入ってないから、ね、まあどっちか抜いといて。これどっちが強いの？氷の方が強い。そうだよね、1枚調整できるのは一緒で、墓地にカードが1枚増えるから、うん、そう、まあ上位互換だね。はい、はい、終わりです。じゃあエンドにオプト打ちます。でここで美術館の才能を持ってくる上で、アンタップ、はい、美術館最悪なんだけど、何これ、終わり、土俵は、まあ、判定できるよね、キャントリップいっぱい判定キープするのが一番強い。6歳以上、はい、高額、はい、しょうがない、借り手かな、借り手だね、はい、これとかだって打つ対象なかったら意味ないもん、ね、まあそうだね、終わりです。うん、まあ、ちょっと暇だな、レベルアップして終わりです。高額打つか、しょうがない、はい、変わり、これで、はい、終わりです。手札減らさないとさ、まあ確かに何もできないんだよ今しばらく、リフィルさん、はい、うまそう、終わり、ちょっとどっちしか引かない、キャントリ引いてくれ、なんかここで適当なデーモン出すだけで勝てるのに、勝てる、いない適当なデーモン、あ、ホーフ、終わり、はい、適当なデーモン欲しい、引かないな、すごいね、すごい泥試合だね、すごい、どっちしか引いてないから、俺もどうしようかな、もう一枚やっか、終わり、竹沼エンドを捨てます、はい、本力でやば3枚切削して、結構ないよそのデッキクリーチャー、墓地の、でも手札減らしたいんだよ、なるほどね、墓地のクリーチャーこれ、はい、どうぞ、止められん残機、はい、回収しますでも、うん、半分半分でいくと、あ、でも受けられんのか、受けはある一応1枚、もう1枚ハンデス引かないと、でもまあいいかこんなやつ、いやーちょっとロークスワイン起動するから来訪それずも泥だから、ハンデス3枚打っちゃったんだよ、うん、4枚打っちゃった、4枚落ちちゃった、デュレス落ちちゃったから、はい、最悪、残り4枚、まあでもショックされるの出してもしょうがないから、うん、起動するならこの単中起動するから、はい、4点、ドローをしてその後4点、4点、4枚分、はい、12セットは下ね、はい、終わり、終わり何も引かない、ハンデスが効いた形、聞いたのか怪しいレベルで何も落ちない、しょうがない、出すかも、はい、出したら繋がっちゃうんだよ、ドロー、まあ確かにキャントリされちゃうからね、谷もあるしな、
これ6枚この状態で使い続けたら死ぬからさすがに、もう1枚、はい、リスクどうぞ終わり、リスクを買って3点で1枚捨て、はい、戻します、はい、あで戻ってくる終わり、あこれね麻痺の状態で麻痺戻ってくる、これでアップキープに取っていくんだっけ、そうアンタップだっけ、戻します、初めて芸術家の才能レベル3までいった、初めてやることがなければやれる、修練打ちます、はい、で効果で、1枚捨てて、はい、1枚捨てて修練で解決します、めちゃめちゃ掘れるね、巡行でひどいことなんです、巡行は見つかるかどうか、で考慮で、はい、ディスカードはフェニックスもない、巡行もない、フェニックス落ちてんの偉いね、気軽に1枚捨てます、はい、で考慮で、ピックロックフェイの解放術を使います、はい、使った時にこの効果で1枚引いて、はい、1枚引いて巡航やめて、さすがに巡航あるでしょ、巡航やめて、ノー巡航、ノーノー、ヤス、ね、ヤス考慮、まだまだこっから巡航、これで巡航がめくる可能性、せめてフェニックスでもいいんだよこれ、巡航もフェニックス持ちない、すごいね、すごいね、効果で1枚引いて、はい、それはナイス、してついに巡航来たか、おフェニックス、おこのターンはこんぐらいにしといてやるかでコンバットで、はい、フェニックス戻ります、でアタックします、生贄、はい終わりです、ノントークンクリーチャー、じゃあアンタップで、これアンタップしない代わりに1個止めます、はい、ます しょうがないな、はい、6ソイン、はい、どうぞ引いて3点、9終わりです、アンタップ、はい、フェイの解放を使います、さすがにやばい、安定しすぎてる、その芸術家の才能が、4枚、はい、まだない、修練、フェニックスも宝船も、そう、あ、でも落ちんじゃないですか、さすがに、まあ、修練で効果で、さすがに無理だ、まずい今だ、プロプトの映像を食いちゃいないって書いてあるんで捨てて、はい、捨てた時にワンドローします、はい、神だ、すごい、え、フェニックス2枚あるよ、いや、フェニックス戻らない、え、フェニックス戻らない、インスタントサイなんかいろいろやってたじゃん、いや、2回しか捕まえてない、まだマジで、ほんとだね、エンチャントだね、そうだね、フェイ、シュ、うん、映像記録、はい、セットランド、2マナ出します、そうなるよね、はい、で、コンバットで、カウンター乗っけたい、はい、もういけにやるやん、はい、はい、終わりです、どこにあんの？ミシュランとかないよね。まだ。あ、ミシュランとかない。ない。はい、ない。はい、起こして、はい、これ取り除いて、次は起きる。うん、引きます。おい、なんだよ、これ、マジで。お互いすごい。デーモンデッキなのに、デーモンなんて一番もないじゃん。あ、あった。変わりない。廃墟の地。40枚ぐらい掘って、巡航ゼロだ。はい、起動。はい。引いて、3回。フェニックス2枚で負ける。これか、はい、終わり、通ったら終わる、でもさ、これでいっぱい飲んでしょ、フェニックスは乗らないからどうやってもいつの間には乗るけど、戦闘の開始いないからか、そうそうそう、いいじゃん、まだいいじゃん、これチャンスあるじゃん、ある、泥試合の結果これラストチャンスか、マジやばいな、才能、はい、ピアスでワンドローします、ピアスうわこれフェニックス普通に回収できない可能性あるよね、巡航ないと、じゃスペルがない、そう、巡航この中に4枚入ってるの、4枚入ってる、でも40枚の掘ってるから俺、すごいね、これどうした、どうしようかな、一撃必殺が揃ってる、終わりです、終わり、終わり、
これクリーチャーランド？違う、なんもない。ミシュル入ってないから終わりです。これ出さないの？うん、出さない。え？受けられちゃう、受けられそうだし終わりだよ。なんかあったっけこれ。まあ除去あるだけじゃないし。除去？ショックあるかな。これ出すよね普通に。ショックだと、うん、なんか謎のグラフな気がする。これ出します。はいどうぞ。うん、なるほど。倍の倍で何かクリーチャー、はいはい、タック4か8の16か2に残るか。大田原、大田原、はい、メラメザンキ戻します。はい、はい、戻して、で、4点が4点が8点になって16点。4ザンキ、はいどうぞ。終わり。さすがになんか引くでしょ宝船でまだ全然。でもスペル1枚引いたら多分繋がるんだけど、うん、ランドなんだけど、すごいな。ランド引いたら俺の勝ちか。そうだね、さすがにね。待ってね、無理か。いただき出します、はい、終わりベストワードとして返した。いきます。順子入ってる本デッキ大丈夫かな。入れ忘れじゃない。ドロスの魔人、はい出ました。クイチャー死んだりして負けるプッシュ。あ、相手死亡したんで2点のライフ失うかける倍の倍で8点失ってください。負けました。ありがとうございました。え、入れ忘れじゃない純子大丈夫。え、入ってないもしかして。いや入ってるわ。4枚、うん、次は純子4枚数えてみて。いや2枚2枚飾ってるからパッと見よう。またマリガンでしたねとか言っていやショックもまあまあ強いもんね。いや別に、いやマリガン、いやマリガンじゃないからあショック強くないか別に。別に才能張れてればいいから。いや強いわ、こいつにも効くし。このいつものやつ、あれいつものやつどこだ。別にショックは強くはない。弱いか。あれいつものやつ入ってないんだ。あ入ってた、いつものやつ、うん、これいつものやつじゃない。何いつものやつって。1枚しか入ってないんだね。そんなもんじゃない。じゃああんま効かないね、うん、4体しかない効かない。いやどうせ待ってるだけだからいいんだけど。アックスは強いね。お願いします。お願いします。はい、やります。できねえよ、こんなの。超弱い状況。はい。めっちゃ弱いね。はい、薄いね、なんかデッキね。まあ、薄いよ。判定か。判決状況だからね。エンチャント出したい。した。はい。どうぞ。18、終わり。ちょっと、はい、脅迫、芸術。はい。あんた。強いね、これも終わり。上終わり。あ、よかった、芸術コン。え、2マナオープン。ペイ使ってこなかった。何使うの。あれなんで。なんでできることそれしかなかったからさ。メディアル意味ある。あれインスタント。うん、そりゃそう。ソースありだよ。何がペイ。いや、相手のメインでやることも多いだけで、インスタントなんだあれ。いや、むしろ結構エンドでやるよ。あ、そう、うん、強くね。強いよ真っ白の返しとかにやると強いから、構え。何が落ちるか分かんない状態でこちらのメインのアクション決めなきゃ。そりゃそう。よし、思考が濃い。なるほど。なんで張り合いを置いたかな。1マナカウンターケア。また落ち弱いね。まあまあ18、はい、終わりです。いや、ああ、はい、箱入れ純子、はい、はい、終わりです。今純子引いちゃったんで、ね、アックスアックス、あ、考慮アックス考慮、はい、終わり。アーボーグ部屋、はい、終わりです。部屋もらって1枚。どうしたの映像記憶。
13枚引いたののマイナス12個か。警戒と13、はい、アックス持ってたんだよな、2枚アックス2枚カラリダニはかなり嫌だな。プッシュ終わりで、はい、2000、1枚1枚抜いてやろうと思ったのに、あるわ、はい、1枚一生フィニックが切れる、すごい下振れだ、フルハウスだ、3止められぬ残機、はい、どうぞ、で、エンドステップ入る前に、はい、まあ、スタック乗ってからでもいいか、はい、タニクリッチャー、あー、なるほどね、打ってくれと、うん、次、66が一生生きる、今のところ、1点払って1枚引きます、はい、終わり、あー続いちゃうか、おっと何クセあるこう下アックスのターゲットもあるからな、ドローを何か繋がると一気にまずい、デーモン出るからまず何とかなるかも、6点入るからね、フェニックス1枚ならアックス、フェニックス落としてんじゃん、マジで何も引かないよ、何でも引きサクサクサク出しちゃう、終わりだったのかな、終わり、あ、でもそっか高学校行ってるからもうデーモン出せなかったのさ、ブロッカー、ブロッカー行きます、死亡して麻痺で帰ってくる、でもフェニックス別にフェニックス出てこない可能性があるからな、普通にはアックスしかないもんね、アックスだけ殴るか、はい、まあ、はい、殴ります、死亡してまひで、はい、デーモン、はい、どうぞ解放、はい、66でエンドに2点ドレインワード終わりです、そうそう巡航、状態2、終わりか、終わり、ちゃんとデーモン引かんと1個、はい、いきます、ちょっと脅迫、また2個だ、いや、しかしね、カウンターが出ると死んじゃう、ああ、カウンターがなかった場合かもってこと、はい、2回やればいい、あ、そうだね、でも、もう死んでるか、はい、そうだね、あ、はい、そっか、6点が12点、2倍で、で、エンドに電話がいるから2点ドレインが4点ドレイン、ありがとうございました、はい、ということで今回の結果は2対0クロタンデーモンの勝利、バチバチに引き分かったね、やばかったね、まあ、これも青赤フェニックスの現実の形ではあるけど、にしても下振れすぎる、かなり下振れたね、うん、しかも毎回負けた後次のドローが巡航で、何なんだろうねまあこうなるか、基本的にはその巡航打ってなんぼのデッキっていうか、そう、まあ巡航探しに行ってね、ビッグロックとかもあるからまあどっかで見つかると思うんだけど、タイミングよく引いたのがちょうど判別されたりとかで全部噛み合わないデッキの一番のその大事なカードってまあ、フェニックスは決めては決めてだけどさ、うん、巡航が一番大事だもんね、まあ一番大事だね、巡航いかに甘い汁を、巡航でいかに甘い汁を吸うかっていう、基本的にはまあドローが続けばね、どっかに見つかるだろうみたいな感じなんだけど、ちょっと今はね、フェニックスとかアックスを引きすぎた手で動けなくて、巡航打ってアックスで2枚使って倒すけどただみたいな、うん、しかもフェニックスまでついてくるみたいなのができたもんね、そうそうそう、いやなんかでも黒タンシンプルながらにしてインパクトあるコンボもあるし、なんかまあ、普通に強いデッキ使いやすいし、うん、使いやすいし、クロタンデーモンっていうとなんかその響きだけ聞くとさ、昔の感覚だとファンデッキみたいな感じするんだけど、うん、全然ちゃんとしたデッキだね、まあ、最近のデーモン軽いからね、昔のデーモンなら6マナ7マナ多かったけどさ、奈落の王とかね、そう、うん、最近4マナ5マナでさ強いデーモンいっぱいいるから、結構比較的安そうだしパイオニア始めるにはいいんじゃないかなって感じる、う
デッキでした。ワークフェニックスは別にそんな高くはないんじゃない。フェニックスは安い、かなり安い、ね、安いよね、うん、安くて楽しくて、まあ運の上振れ下振れはあるけども結構強いデッキだし、うん、両方なんか初心者比較的おすすめデッキ対戦みたいな感じで良かったんじゃないかと思います。また今後もマジックの対戦動画いっぱいやるんで、ぜひチャンネル登録、評価、コメントお願いします。よその X や Twitch もお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。